ひさんこんにちは。大変失礼ですが、ろゆきさんの配信で個人的な質問する人は頭が悪いと思います。シェイクロで済む程度の質問なら多くの方も集まるし、わざわざお金を払う必要もないと思います。お金を払うなら、ろゆきさんの専門分野についての質問した方がいいのであるんでしょうか。ぶっちゃけた話、ろゆきさん、こういった方をどうかしますか。ご回答お願いしますって。<laughs> これ、1000円は個人的な質問じゃないの,あの僕の専門分野では全然ないと思うんですけど。 人それぞれ、あの、大事だと思うものが違うので、Yahoo 知恵遅れで聞いて満足する人もいれば、その y o u ー u b e r にあの答えを聞いて、あ,あ、そうなんだって思う人もいると思うので、お金の使い方はその人次第なので、別にあの、ぶっちゃけて言うと、あの、スパチャしてるやつ、全員頭悪いと思ってます。飲んでる40代のおっさんに金払って聞いても、大したことを聞けないですよ。大体のことは、ググれば答えはあります。 で、あの、僕しか知らないことというのはほぼありません。なので、本当に知りたいことがあったら、例えばじゃあ、神奈川県でどんないい学校があるかだったら、調べるし、資料も資料設計すれば全部もらえるし、見学も行けば手に入るじゃないですか。僕よりも、その、情報って調べようと思えば、いくらでも調べられるんですよ。なので、基本的には、YouTuber に金払わないと手に入らないような情報ってほぼないと思うんですよ。基本的には、スパチャってやるだけお金の無駄だと思います。はい。 えー、うんことうんちどっちが好みっていうね。1220円払ってる安倍拓さんなんですけど。だからあのね。だからこういうのが本当に無駄なお金の使い方で、僕どっちかというとうんこ派ですね。なんかうんちってその柔らかい感じのイメージがついて、なんか手につきそうじゃないですか。うんこだと硬いからそんなにつかないみたいな。すごくどうでもいい話をしましたね。はい。